家具にオイル塗装をする際に準備するものを紹介していきます。左からペーパー、ウエス、ゴム手袋、瓶に入っているものはハケですね。で、こちらがオイルになります。で、ペーパーは、塗装する前に素地をきれいにするときに使います。で、320番ぐらい、320番、400番ぐらいのサンドペーパーをで、ペーパーをかけてもらえればと思います。で、ウエスはオイルを拭き取るときに使います。で、ウエスは使い古しの面の、下着などが一番使いやすいんじゃないかと思います。新しいものだと、拭き取っている際に毛がポロポロついてしまうので、使い古しのものがおすすめです。で、ゴム手袋です、手がオイルで汚れないようにつけてます。で、ハケは、オイルを、家具に塗るときに使うんですが、ウエスでも大丈夫です。で、オイルですね。これは家具用のオイルで、グロスクリアオイル、プラネットカラー社のグロスクリアオイルを、キクラでは使用しています。で、中身はこんな感じの飴色をしています。結構いい匂いがします。で、これからこのブラックウォールナットの天板に塗っていこうと思います。で、事前にこちらはもう裏面は塗ってあります。これから表面を塗っていこうと思います。